おいバカ野郎ここだバカ。はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。さあ今回は803万2000着いったんですが、まあこの前のね800万の昇格戦とか、やっぱり目標を立てて、だから800万に行きたいとか800万を維持したいとか、そういうね目標を立ててね、多分取り組んだらいいプレイができると思うんで、まあ、803万維持しようということで、まあね、気がついたらなんか803万いとったんですよ。今魔境のボーダーが802万ぐらいなんですよ。だから1万ぐらい持ったんだけれども、うん、頑張ろうとりあえずね維持。さあテリーか、テリーではね、俺テリーでのはねあると思うんだよ。だから頑張っていきたい。掴んで、掴めない。 DA からの掴みで結構さ、あれガーケンからの王道やけど掴めなかった。いや技をスカルトね、もう入っちゃうからね、怖いよな。どうする、どうくる、どうくる、どうくる。オッケー、いっ、オッケー。このカスイ、カスイの一発でもね、やっぱりガノンはね重たいからね、技が重たいから、すごい嬉しいというか嬉しくない。ナイス、いい、これ帰ってこい、ラリホンさん。オッケーオッケーオッケー。あー、なんかアイテムも帰ってきました。アイテム帰ってくるとは思っておりませんでした。うわ最悪、今のあったかったな。どう、無理か、ギリ入らなかった。バーストはない。うわあかん。やっぱりそういう維持とかそういうの意識すると一個一個のプレイが怖い。あーやかした、最悪。ちょっとね、やっぱちょっとね慎重にはやってるんだけど、やっぱりいつも狙わんところはやっぱり思い切ってね行っちゃうので、僕はあかんな、変に狙うのも良くないな。 49% ってワンコンボ49%ちょっと辛い。この人がね隠したやったらね、僕一気に座れますからね。2000、3000とか一気に行くからね。最悪、やばい、本当にこのゴーサイン出るとこいつ化けるね。 OK、 さあ出る前に殺したい。だから腹筋にメテオとかそういうちょっと簡単に殺せるプレイをしていきたい。これ来そうやな。 OK、 いやまずいなこれ。パワーランク、はい、ここら辺で持ってからまずいけど、これ負ける、この人が格上である、ほとんどねえからな。 OK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  ゴーなかったら大丈夫、ゴーサインなかったら勝て、いけるいける。うわなんでそれ当たんねん、きた、よっしゃあぶねえ。トウヤさんお願いします。うわもう掴んで投げるとかも全ての真理を語ってるじゃん、ドンキーというキャラの全てを語ってる、その言葉で。待って、さあドンキーはほんまに僕は5秒と思ってるんでね、負けやんぞ、頑張って掴んで、この掴んでからのコンボをいかに決めるかが僕は大事だと思います。もう何パー稼げるかっすよね、ここら辺で。どうする、どうする、よしよし、崖をしっかり勝って、やっぱドンキーはねガノリも多分ね崖が僕は弱いと思ってるんで、そこをしっかり勝っていければいいけども、さあ1ストックまいい感じにいったけど、これで終わりじゃないからね、これこのゲーム3ストックあるから、うん、まだ終わりじゃねえからさあ空母に空中なら勝てやんからね。 OK、 どう、うわ今の掴まれたらあったよ、もう即死まで、即死まであったからマジで怖いよねドンキーって。危ない、 OK、 どうす、ど66% でもうドンキ掴んだらもう投げられるよ、なんかゴリダンカーだから、レバカチャ対決が始まるって感じだからな、ほんまにもうこのパーセントは結構覚悟した方がいいよね。ジャンプするしたけども、来い来い、うーんこれか、これじゃ死なんでしょ、うわー最悪や、あーくそ、クロウでねちょっとだけでもねかわすぎたかったんけど、あれもさ緊急回避レアなさ絶対に帰ってこやんよね、あれ多分場所的にも。まずい、あぶねえ、うお怖いことするわ、多分今のは普通にもう暴発だと思うけど、横尾はさすがにあそこで横尾を狙うメージじゃないからね、暴発だと思うけど、まあ、それほど複雑なちょっとスティックさばきをしたんでしょう今のは。はい、ナイス、おいしいよ、ジャック、オッケーオッケー、ごまかせ、ごまかすんや、ごまかすんや、オッケー待って、レバーガチャしたら俺ガノンが今自我を持って空中前をした、待って俺何もしないのにさガノンが自我を持ったって今完全に
レバーガチャするとかのんが空中前する現象、これは不思議、あら不思議、これちょっと怖いかな。はい、オッケー、いや、あのなんなんなんで、お前それはうまいわ。ちょっと神道を明確します、心を冷やします。僕はもうウエスマーに魂を降ります。これが僕のね、すべきことだと僕は、感じました。神が言ってました、ウエスマーを振り続けろと。おい、ユバーバーって名前やけど、ちょ、これきつくないか、ちょっと頑張っていこう。ファルコはね、もう一番維持って言葉が合わんと思うわ、マジで。ファルコ相手にね、維持できやんと思う、俺は。うん、勝てることはあるかもしれんけど、自信がない、勝つ俺は。オッケー、回避して、ナイス、いけるか、まだ分からんの、ここじゃ。もったいない、もったいなすぎる、もうちょっとしっかり。いやー、最悪やー、最悪やー。いやね、今のファルコの攻撃はかすると思ってね、ジャンプとか何も入れやんかったんけど、かすらんかったわー。オッケー、ご心情に、ナイス、オッケー。いや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 、でもさっきの事故なかったらね、ここ多分一足差あったよね。そう考えるとつらい。オッケーオッケー、抜け出しました、牢獄からデフレスパイラルから。オッケー、ナイス、返して、しないか、またなんかすごいの出てくるやん、やめて。オッケー、一応植木王とかあります、最後までガードすればね。オッケー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 、いけるぞ、いける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 、おいバカ野郎、ここだバカ、バカ、今のもっといいのがあったでしょうか、絶対。おいおい、あーおあー、やばい、おー、パーセント稼ぎにはすごくいいんですが、それが目的ではない。僕は 46% はね、あそこまでリスクを犯してするもんじゃないですよ。いやー、うわ、ジャンプ早い、掴めない、嘘でしょ、あれ掴めんの、あ、やらかした、あっ、ぶね、ナイス、入って、オッケー、いた、よし、いとしのとしおさん、お願いします。はい、待て、さあ、ファルコンが俺一番負け要素あるわ、絶対。まあ、なんやかんやと俺ファルコンがね、いけると思いきや、ファルコンきついんで、はいはい、オッケー、あー、もう一回つかめればでよかったね。えもう 80% 差ぐらい欲しいよな、ファルコンはマジで。だってスナイクからさ、スクコーブとかあるじゃん、膝のやつさ、空中上膝みたいなのあるやん、ああいうのがあるからさ、マジで安心できやんのよね。オッケー、無理無理、オッケー、さあ今俺の理想の 80% 差やけど、ほら、つかんでくれやん、そうやって、やめて、黙ってしまうねんな、ファルコンはマジで。オッケーオッケーオッケー、ちょっと喋ってくか、オッケーオッケーオッケー、14%しか食われてないから、とか言うとさ、とか言うとさ、あかんねんって。マジで勝つならね、実況しないのがね、正解なんですよ。知ってますか皆さん、あの実況者ねに勝ってほしかったらね、実況しやんといてっていうコメントをするのが多分一番いい。待って、いや、さあさあさあ、前投げされて、メテオとか来るよな、怖い、フローを出すのは怖いな、掴んで、さあちょっとなんかね、追撃したかったけど無理やったな、いけそうやけどな、ま、よー、危ない、いけそうなんやけどね、お、あ、これいけるわ、よし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 、さあ今日の動画全勝いいですかね、え、もう全勝で5000ぐらい持ったんちゃうかな、オッケーオッケー、俺今日もしやうまいのか、ナイス、こらこらっお、マジか、そういう復興してくる、後ろかな、後ろ投げされて、危なっ、あー、クローではないんやけど、外側向いとったからな、ちょっとな、あえて、ちょっと怖い、ちょっと怖い、俺も一足差でも怖い、二足差は怖くないんやけどね、一足差は怖い、無理か、オッケー、オッケー、よろしく、
オッケー、よっしゃよっしゃ、やったね。はい、というわけで4連勝で4戦ぐらい漏れましたということで、はい、まあ、負けたらね一気に消えちまうんですが、まあ、動画として集中できたんでよかったです。皆さん僕に動画を撮らせてくれてありがとうございました。